体操クラブの鶴見浩子です。松野さん、はい、その鶴見さんについてですね、塚原千恵子さんに話を聞きました。やっぱり今日2日目の体力が気になるんですって。特に最後のゆか、精神的にも肉体的にも最後まで持ってほしいと心配そうに話していました。今日は段違い平行棒で 15.500 という素晴らしい得点がありましたが、この前の平均台で少しミスがあったんですよね。そうですね、得意としている種目でのミス、まあもう本当に落ちるものはないですので、引きずらないで元気に頑張ってほしいと思います。はい、昨日は 14.850、 このゆかの昨日のトップはこの鶴見でした。まず1本目、大きなタンブリングが見られます。はい、ご注目ください。北村さんからも拍手が出てましたが、はい、もう引きずってないようです。はい、最初は E 難度の技から入ってきました。このひねりも高い。つま先が非常に美しい選手です。そしてこう非常に弾むような感じに見えますよね。そうですね。組み合わせです。前方の1回ひねり、さらに組み合わせ、本当にここまで着地しっかり決めてきています。ぐらつきが見えてしまいましたね。さあ最後のフィニッシュです。しっかり決めてきました。13歳、中学2年生の鶴見浩子、ほっとしたというか。そうですね、はい、疲れが多少見えますね。まあ、体力的に不安もあるけれども、今塚原千恵子コーチが肩を叩きに行きましたが、ちょうど北京オリンピックの年に16歳、その国際舞台に立てる年齢になるこの鶴見です。ラストのこの串のダブル、足と足がしっかり揃っているのが見られました。やはりこの鶴見もどうなんでしょう、基本に非常にこう忠実な演技ができているということが言えるんでしょうか。そうですね、こういった難しい技、半分ひねって前方に2回、基礎がまずできていないとこのような実施はできないと思います。1m34cm と非常に小柄なこの鶴見ですが、その体を大きく使って高いジャンプ、あのタンブリングを見る限り大きいですよね。まあ、今年の日本体操協会のナショナル強化選手にも入っているこの鶴見です。さあ、そして2班にいる大島です。大島は7位で今日スタートしました。最後の4種目目の跳馬をご覧いただきましょう。ちょっと膝をついてしまいましたが、本来の大島選手の演技ではなかったですね。はい、13.100、 ただこの時点で4位。年齢制限にかかる選手を除きますと、非常に世界選手権に向けて視界が少し広がってきたこの大島、現在4位です。ただまだこの2班にも佐原、あるいは向本、二足氏といった争っている選手がいます。鶴見の得点が出ました、 14.300。 鶴見は 14.300 でこの NHK 杯ゆかを終えています。